皆さん、こんばんは。こんばんは。紹介していただきました社民党参議院議員福島みずほです。牧山さん、そして、石川大我さん、そして二比さん、私福島みずほ、参議院の法務委員会のメンバーです。火曜日からまたバッターに立ちます。全力で頑張ってこの法案廃案にするために頑張ります。どうか応援をしてください。よろしくお願いいたします。皆さん、2年前に廃案に法案がなりました。国際人権規約自由権規約委員会から11月3日勧告を受けています。国際水準でやれと勧告を受けました。日本弁護士連合会と一緒に政府と去年12月交渉しました。政府は検討すると言ったんですよ。検討しますと言ったんですよ。だったら検討して国際人権法にのっとった法案を政府は出すべきではないでしょうか。なんと検討してないじゃないですか。みんなの意見ちっとも聞いてないじゃないですか。なんで2年前とほぼ同じ法案が出てくるんですか。皆さんどうですか。本来政府が出すべき法案は私たち野党が出したまさに難民保護法案と入管法改正法案、こちらではないでしょうか。皆さん、難民認定と入管制度は分離をすべきです。難民は保護されなければなりません。この分離こそすべきだと思いますが、皆さんどうですか。そして政府はまさに2回難民申請をしたら3回目から追い返すと言っています。でも皆さん、何十人という人が裁判で難民認定されてるんですよ。去年だって3人まさに3回目の申請で難民認定されてるんですよ。この日本は難民認定率 0.7%、 もう本当に低いです。2021年、例えばトルコの人はカナダでは 97% 難民認定されています。日本ゼロですよ。ウィシュマさん亡くなられてしまって、今日妹さんたち来られていますが、スリランカの人たちもカナダでは 80% ぐらい、もう本当に高い割合で難民認定されています。日本めちゃくちゃ低いんですよ。おかしくないですか。世界中の難民がカナダなどに行き、そして難民が一人も日本に来ない、そんなことないじゃないですか。日本の難民認定制度は変わらなければなりません。2回難民認定すればもうそれで却下されれば、3回目からもう追い返すとなれば、送還忌避罪という犯罪で脅して送還させるのであれば、刑務所に入れるぞと言って追い返すのであれば、まさに本国で弾圧虐殺されること明らかではないでしょうか。政府は返した人たちについて調査をしていないと言っています。これもひどいじゃないですか。どうですか。返された人たちひどい目に遭ったり、また命からがら日本に逃げてきたり、とんでもない目に遭っている、そういう人たちがたくさんいます。皆さん、命の問題です。人の命を殺す、弾圧をする、そんな入管法改悪法案は廃案しかないと思いますが、どうですか。みんなでみんなで、これはもう命の問題です。命守りましょうよ。弾圧虐殺、それに私たち共犯者になることはできません。どうですか。だから頑張って私たちが出した難民保護法案と、それから入管法改正法案成立目指して、政府案は廃案しかない、その立場で一緒に頑張っていきましょう。参議院法務委員会で後進の力でみんなで力を合わせて頑張ります。世論の力、市民の皆さんとの力の共同で廃案目指す、廃案実現する、そのことをやってまいります。どうか応援をしてください。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。
福島みずほ議員ありがとうございました。